こんにちは、萩です。今ですね、緊急で動画を回しているんですけども、今競技場にトレーニングしに来たんですが、なんとですね、高久龍選手らしき人物を発見して動画をしています。自主練かな、ちょっとね、がっつりトレーニングしてる感じを見つけたので、あ、ちょっとあんな感じですね。今隠し撮りしてるんですけど、ちょっと後で声かけようかな。あんな感じ、ほら、かっこいいね。やっぱランニングフォームでわかるよね、足速いんだなー感。やっぱなんか安定感が違うのかな、体の。結構真剣に走ってるね、全然気づいてないな。まだ走ってるね。お、終わった。あ、トレーニング終わった。ちょっとですね、声かけて来ようかな。一人なら大丈夫ですよね。ウォーミングアップかな、ちょっとね、声かけていきたいと思います。高久選手です。はいはい、本物隊長やっぱり何してんの。ちょっと治療の合間でちょっと自主練習に。自主練習に。こんにちは。ジョギングですけど、なんか見てて、はい、オーラを放ってる人がいたんで、でも帽子深くかぶってたんで、でもランニングフォーム見た感じ、あ、この人速いんだろうなって見たら高久選手でした。取られてるの途中から気づいた。あ、気づいた。隠し撮りしてたんだけど。練習中だったでした。ということで急遽緊急なんですけど、高久龍選手登場してもらいました。はい、あ、なんか企画やってもいい。あ、もう、え、もう練習終わり。はい、終わった、ね。あ、終わったのね。はい、軽直です。なんか真剣に走ってたよ。一応一人だったんで、はい、はい、ということで、そしたらなんかできますか、僕。何がいいかな。これ荷物？はい、一応、はい。あ、そしたら高久の、はい、あの荷物チェックしてもいい？緊急で、あの、もうこれ隠し事なしで、はい、高久のバッグ中身なんだろうな、見てもいい？いや、大丈夫です、大丈夫。あ、本当？多分大丈夫だと思います。はい、あ、トレーニンググッズ入ってる？あ、はい、入ってますよ。あ、そしたらじゃあ中身見つつ、はい、高久龍おすすめのマストアイテムみたいなものをちょっと見ちゃおうかな。必須アイテムとかある？あ、ありますね。なんかこだわり強そうじゃない、高久選手って。何個かあるんですけど。何個ぐらいある、今日紹介できそうなの。じゃあ5個。4、5個。あ、OK。そしたらじゃあちょっと緊急なんですけど、高久龍選手の練習マラソン必須アイテム4点5点紹介という形で。はい、じゃあお願いします。あ、じゃあお願いします。はい、もういきなりだけど見てもいい？はい、すいません。あ、じゃあ最初は、はい、やっぱ練習。あ、座る？大丈夫？あ、大丈夫です。今日ジョグなんで、練習後なんで、ちょうどおードリンク系がいいですか。スペシャルドリンク？はい、普段マラソンのその試合中とか、うんうん、練習前後とかポイント練習とか、まあ、こういう軽いジョグの時とかも飲んでるんですけど。トップランナーですね。僕もこれ紹介したんです。これいいよね。はい、使ってんだ。結構1年前ぐらいから使ってて、うん、あ、長いね。あまり SNS とか載せないにあんま真似されたくなくて。あ、何でも最近ちょっとずつは紹介はしてってるんですけど、物がいいから逆に知られたくないから紹介しないパターン、はい、新しいね。はい、ずっと紹介しなかったんですけど、最近ちょっとずつ。初公開じゃん。はい、いいじゃん。気になるっていう人が。これそうだね、あのトレーニング前後とトレーニング中と飲み分けるってやつよね。はい、そうなんですよ。こっちがトレーニング中というか、まあそれこそマラソンでいうとこの給水にはこっち使って。え、スペシャルドリンクこれ使ってんの？使ってます。あ、マジ？はい、じゃあガチじゃん。もう、最近はよく結構カロリー高めのドリンクとか流行ってると思うんですけど、うん、僕はどっちかっていうとエネルギー切れはもう心配ないんで、うん、どっちかっていうとやっぱその足をつったりとかそっちの方が怖いんで、ナトリウムとか。なるほどね。そういう足のつりの予防でドリンク選んで探しててこれが良かったんで。え、これ中身何も付け加えずこのまま水溶かしてスペシャルドリンク飲んでるの？500の水をこれにそのまま、はい、溶かして使ってます。でこっちはもうアップとか、まあ、普段の生活とかストレッチ中とかもこっちで。あ、じゃあ普段の練習の後とかもこっちで。普段練習の時に飲んでる。飲んでます。お、これはじゃあ本当に高久龍のおすすめ、はい、マストアイテムですね。一番お世話になってます。おお、はい、いいですね。ありがとうございます。これ1個目、はい、あ、リカバリーとしても飲んでるのね。はい、
いいね、スペシャルドリンク。だって実業団選手のさ、スペシャルドリンクの中身って結構気になるんだよね。必要だな、ケースもね。なんか置けないしさ、市民なんだ、はいはいはい、なんか市販のものを使ってる人もいるし、オリジナルで作ってる人もいるじゃない。います、います。そうだね、自分はもう市販のこのは、はい、探して見つけました。2点目は、はい、OK。 まあじゃあ最近はこのエルドレスの帽子なんですけど、エルドレスファミリーの一員ですもんね。はい、ウェアもそうじゃない。あ、そうですね、普段から使わせてもらってるんですけど、もう最近試合中はこの白の帽子かぶろうとしてて。俺見たよ、ペーサーの時かぶってたよね。あ、はい、福岡の時かぶってたよね、はい、目立ってたよ。ちょっと前はあのヘアバンドでちょっと、うんうん、あ、ヘアバンド人気ちょっと出てきちゃったんで、うん、最近はちょっと帽子に変わってきて、でこれが一番ずっと練習中も試合中もいいよね。1個だけですけど使ってる。俺もそれ愛用してます、はい、エルドレスのキャップとアイテムと、はい、ですね、いいですね。2個目は、3つ目、時計です。あ、まあ、ガーミンの時計やっぱりですね。まあ、これはもうマストっていうか、もう ランナーだったら使ってると思うんですけど、僕もガーミンアンバサダーなんで。ガーミンはなんか特別にデータとか管理したりしてるの、はい、チェックしたりしてるの。心拍とか取ってるんだ。睡眠とかはその携帯のデータで見て、その暇な時に見て。暇な時このポイントの時、あ、これぐらいなんだ。あ、見てるんだ。見て、まあ、練習のきつい練習の後も自分でこう脈測ったりはするんですけど、まあ、やっぱこっちの方が正確なので、あ、これぐらいの練習の時これぐらい追い込めてるとか、ジョグの時これぐらいなんだとか、そのラップだけじゃなくてラップ以外もやっぱ測ってくれるんで。今までのトレーニングのデータって全部入ってる？全部入ってます。あのその時計を変えるタイミング以外は。実はこの動画でも前、はい、佐藤悠基選手のガーミンの中身を見ようって撮らせてもらったのよ。あ、マジですか。佐藤悠基のトレーニング内容とそれの歩数とか心拍とか、なるほど、なんかそれすごい評判良かったんで、じゃあまたいつかちょっと差額バージョンでいつか、あ、もう次公開できる内容か分かんないですけど、お願いします。はい、そして4点目、そうっす、お前変なものが入ってないだろうな。いや、入ってないです、着替えしか入ってないです。え、なんか可愛いタオル入ってない？こういうの紹介しろ。ミッキーのタオル。何これ？何？ポーチもミッキーじゃなかった？はい、ミッキー好きなの？ミッキー好きなんですよ。あ、好きなの？これはもうあの洗顔とかいろいろ。これマストアイテム4点目これ。あ、じゃあこれしますか？ディズニー行けます？え、好きなんだ。はい。え、ディズニーも結構行くの？ここ最近ちょっと試合続いて行けてないんですけど、うん、もう休みの日とかはもう年に10回ぐらい行くとき行っちゃいます。マジ？行ってます。え、じゃあこういうアイテムポーチとかぬいぐるみとかも結構持ってんの？持ってますね。し、まあたまにファンの方からもいただいたりするんで、部屋に飾ったりしてます。いや、はい、ちょっと意外な一面じゃ、え、有名な話ですかね。高くディズニー好き多分、まあ、コアなファンだったら知ってる知ってると思う。いつもディズニー系の何かくれるんで、はい、いや、いいアイテムしました。最後5点目、じゃあさっきの4点目にします。5点目はじゃあソックス。あ、どこ使ってんの？自分はタビオです。あ、はい、今も練習で入ってた。タビオね、はい、僕もタビオ使ってます。何がいい？タビオ僕は普通のこのなんか丸型っていうんですかね、うん、が良くて、結構5本ソックス履く人多いと思うんですけど、いる。自分5本ソックス履くとちょっと足のサイズ感が大きく感じちゃって、あ、靴がちょっと若干きつく感じるんで、なんか指が開くような感じになること、指との間のそのちょっとした誤差で。自分は丸型で、やっぱこのグリップが一番お気に入りで、滑り止め結構足こうギュッギュッて蹴るタイプなんで、このグリップないとちょっと足の中で滑って豆できちゃうんですけど。いや、ソックスもやっぱ気になるよね、みんな何使ってるか今多いので。そうなんです。タビはもうレースの時も使う？使います。で、レースの時は絶対新品のやつ開けて、そのままご褒美じゃないですけど。あ、そうなの？で、レース終わったやつを次のそのポイント用にして、ポイントの後にジョグ用にしてって、こうどんどん自分の中でもランクがあって。え、もうじゃあ試合当日、はい、新品開けてそのまま履くの？あ、もう靴もソックスも全部新品で、僕は試し履きもしないです。かっこいいね。いやいや、新品の方がウキウキワクワクするんで。確かに気持ちわかるけど、はい、ありがとうございます。そんな感じです。以上、高久龍の緊急で必須アイテム5点。すいません、変なもの入ってなくてすいません。なんかあるなんか後でちょっと探して、変なのもあったら写真つけてきます。番外で、はい、番外で、すいません、練習中にすいません。ありがとうございました。いやいやいや、ありがとうございました。また別企画お願いします。はい、お願いします。